今ね、ちょうど1日目の撮影終わりましたのカットを撮影した直後のトークということで、今なんかちょっと語りが足りないかなと、伝え忘れてることがありそうな気がして、今ねもうちょっとね喋ろうかなと思って今カメラを回しているんですけど、ちゃんとねいろいろ喋ってるよね。なんか準備はね結構してきたんですけど、アドリブ多めで撮ろうっていう感じで撮ってる感じが結構あって、企画の説明とこの作品読みますっていうね、そういったオープニングのパートと、あとは、実際に読んでいきながら感想を伝えていくみたいな、そういったパートがねあって、基本的にはもう読んでは感想を伝えていくっていうところが、繰り返されていくような企画なんですけど、普通に企画の裏側を喋っているだけの映像になってしまっているんですけど、そんな感じでやってて、で今回はやっぱりね、なんかいつものリーディング Vlog と結構ね感触が違くて、こちらの作品は傑作選なので、なんかたくさんの作品が一冊に収録されているんですよね。だからそこが結構今やってて、ああどうやったらうまく伝えられるかなっていうのがすごく難しくて、そう、今までねリーディング Vlog やってきたのって意外と長編作品が多かったかなって思って、大体ね100ページぐらい読んだところで、あ今ねこれぐらい読んでますって言って、でその時に読んだ、分量と、あとはそこまでの感想とかをね伝える感じでやってて、あそうだ、さっきねこのカード使い忘れてるな、これ使い忘れてますね。そう、この作品について知ってることだとか、このミッションカード形式でやってるので、そうここまでの感想を教えてとかね。今回のリーディング Vlog は傑作選なので、全部でね11作品収録されていて、でそれを今までの、感じでやろうとすると、もう1作品ずつこう感想をね伝えていく感じになってしまって、そうなるとね結構動画がね長くなっちゃうなっていう、だからね、意外と難しいですね。長めの感想を伝えたいやつはいくつかねもうピックアップしておいて、あとはこの作品読みましたっていう形で、タイトルと感想一言ずつぐらい話していて、それでね、この作品こんな感じでしたよとか、この話はもうゾワッとしましたとか、もうラストの展開がとか、あとはなんか読んでて楽しかったですみたいな、なんかそれくらいの本当にねふわっとした感想しか今お伝えできてなくて、いやーだから難しいですね。そのね一個一個もメモを取りながら今読み進めているんですけど、いやでもね、江戸川乱歩の作品って昔の作品だから、昔だなっていう、そういったね読み心地はもちろんあるんですけど、なんかね一編一編読んでいったらなんかね面白いんですよね。でも初めて読んだ時と今ね結構時間が空いて、でもう一回読んでってした時の読み心地ってやっぱりね結構違くて、一度読んだ作品ってあまり覚えておけない派の人なんですけど、そういったことはねあるにせよ、そういえばこういう話だったなと思って、へえ面白いって毎回思ってるんですよね。でもその毎回面白いってなってる感じも、なんかちょっとずつその観点が変わってる気がして、それがねなんか面白いですね。多分江戸川乱歩の作品っていろんなね出版社から出ているので、そう初めて読んだのは多分新潮文庫から出ている「モルグ街の殺人」っていうタイトルのね作品で、そちらの作品読んだ時も、ああこういう話なんだって思って、なるほどな、面白いなって思ったのを覚えてて、今回またね新訳版で読んで、やっぱりねもっと細かい視点で読めているのかなって気もしました。デュパンと語り手のこの2人の形式とか、それぞれ証言をする人たちが出てくるんですけど、その人たちがなんかもう言ってることがもう全然違うとかね、微妙に重なってるところもあるんですけど、言ってること全然違うなーっていう思ったり、犯行現場のその様子とかも、その描写をね細かく見るとやっぱり、ああなんか変だなーって、結論を知った上でその事件の、ね、犯行現場とかを見ると、もうね見え方とかがねやっぱ全然違ってくるんですよね。だからそういうのもねすごい面白いなと思って、あとこの作品を面白かったって読み終わった後に、またね作品解題っていうのがその巻末にまたついているので、それをね合わせて読んで、解説を読むのも結構好きなんですけど、解説もねまた詳しくて、今回翻訳された河合翔一郎先生って、以前の動画の中でも紹介しているんですけど、英米文学の研究をされている方なんですよね。研究者視点の、解説っていう感じで、こういうことを書かれてたんだな、こういうのもあるんだっていう、そういった驚きもありつつ、
あ、文学研究ってこういう感じなんだなっていう、そういったね古典研究の世界もちらって見えたりとかして、それもねなんかすごい面白いですね。でこの今喋ってるのはいつどこで使うかっていうのは全くわからないで今喋ってるんですけど、サブチャンぐらいしかないかなって思うんですけど、喋ってる内容によってはこっちをね本編で使うかもしれません。それぐらいモルグガの殺人が改めて読んでみたらちょっと個人的に刺さったので、まあ短いので繰り返し読めるからやっぱ何回も読みたくなるなってすごいね思いましたね。1日目喋りたいことはだいたい喋りきったと思います。あとは何だろう、あとはねポーの用語っていう用語解説のセクションもあって、それもね面白いです。モルグガイの殺人を読んでて割とね最初の方に骨相学っていうワードが出てきていて、そこにねポーの用語参照みたいな感じで書かれていたんですけど、すぐそっちのポーの用語に飛んで見てみたら用語単位でもすごい詳しい解説がついてて、それもね面白かったです。そうモルグガイの殺人最初のパートがやっぱ難しいなってちょっと難解でハードル高いなっていうのがあるんですけど、そこをね乗り越えれば普通にねトントンって読んでいけるパートに進むことができるので、そこだけねちょっとハードルを超えてもらってで読んでいくと、こういった探偵がいてこういう事件が起きてそれを解決していくっていうストーリーになるので、ぜひね最初にくじけずに読んでいただければなと思います。この時代に密室殺人ね他に書かれたやつとかあったのかなって、その近辺に書かれていた作品とかもねずらっと並べてみたらなんかね本当に面白そうだなって思いました。未読の作品がたくさん入ってるのもね面白いです。今回の傑作選ねどうなんだろう、結構珍しい作品とかもね入ってそうな気がしているんですけど、ベレニスと告げ口心臓とか、そう今回初めて読んでめちゃくちゃ面白かったのでこの2作品もね読めてすごい良かったです。はい、